皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論文数世界第一、東大病院や慶応病院でも外来を担当していた眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマは、睡眠の質量が悪いとドライアイが悪化する。本日は私が外来を行っていて多くの患者さんからご質問される内容についてしっかりしたエビデンス、論文がありましたので、そちらをご紹介させていただきながら、睡眠とドライアイの関係についてお話しさせていただきたいと思います。で、こちらは国立がん研究センターの先生方がお調べになられたデータでして、オキュラーサーフェスという雑誌に2021年に掲載されたものです。で、こちらは40歳から74歳までの男女約10万6000人を対象にアンケート調査を行ったというもので、睡眠の時間、質、それとドライアイの関係について調べられた論文となってます。結論からお話しさせていただきますと、睡眠時間が短い、もしくは睡眠の質が悪い、こういった方はドライアイの有病率が高い、ドライアイである方が多いということが、この研究の結果から分かったということなんですね。で、実際寝つきが悪い方、こちら睡眠の質とも関わってくるんですけれども、寝つきが悪いとか、途中で夜中に目が1回2回覚めてしまうとか、朝起きた時に、爽快感がない、あーよく寝た、気持ちいいっていう感じがなくて、なんか朝起きた時からなんか疲れてるな、体だるいなっていう風に思われる、そういった方が男性も女性もドライアイであることが多かったということなんです。なので、睡眠の質や量、そういったものとドライアイっていうのはすごく関係があるということが分かりました。で、その対策としましては、やはりですね、寝る前に、寝るだいたい1時間ぐらい前にはきちんと湯船に浸かって入浴しましょうとか、寝る直前にお食事をしてしまわないですとか、あとは直前までパソコン、それからスマートフォン、そういったものでブルーライトを浴びたり、一生懸命このアクティブに活動して交感神経が優位になってしまうようなことをやらない、もしくは部屋の明かりを夜7時過ぎたらちょっと暗めモードに変更するといったような、一般的に言われている対策、そういったことはもちろん有効ですので、ぜひ行っていただければというふうに思います。そして副交感神経を優位にするということが、良い寝つき、良い睡眠につながっていきますので、やはり私がおすすめしているのは腹式呼吸となります。4秒で吸って6秒で吐くですね。これをだいたい3回ぐらい繰り返していただけますと、すごくリラックスした気分になって涙が出てきて、そしてうとうとと眠れる、そういった副交感神経優位の状況に持ち込むことができるかと思います。ぜひ皆さん一度この秋の夜長、ゆっくり睡眠の質と量を高めるために腹式呼吸をやってみてくださいね。もちろん目の周りを温めていただく、それから目の周りだけではなくて、この肩も同時に温めて、そして血流を改善していく、温めるってことはすごくリラックスできる効能効果がありますよね。ですので、ぜひぜひ首、肩、そしてまぶたも温めていきましょう。本日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょうね。さよなら。